はい、今日はこれからおでんを作ります。昼間ですね、まだ12時ですけどね、ほらこんなに、ほら牛すじうまそう、買ってきましたね。ネギやコーヒーやひよこ豆にのん、その他もろもろ、ちょっとまず冷凍しなきゃないものとかを避けとかないとダメかな。まあいいか。ほらビールも買ってきました。よいしょよいしょと。それでおでんは、僕うちの鍋軍団ですね。鍋軍団がおります。一番端の、あの一番端っこのですね、この大きい鍋、ちょっと椅子がないと出せないな。よいしょ。あの大きい鍋を使って、使います。なんかいろいろあるね、鍋ね。こちらの火鍋は山菜茹でるときのやつですね。アク抜くときのやつ。お袋がね、大事に買って使ってました。あの辺には土鍋やなんかもあるし、こっちにはほら、なんとデロンギの、エスプレッソメーカーですね。それもありますね。よいしょよいしょ。まず最初にやるのってのは何かっていうと、おでんつってもね、ほとんど僕うちは炭水化物入れないで、あのなんだっけ、ひじき煮たりね、だからこれね、昆布、これをね、巻き昆布をね買ってきておくんですよ、前もってね。でこう伸ばしてやって、乾燥してるうちにね縛っちゃう、こうやってよいしょって。これね、一回戻しちゃうとね、縛るの大変。この状態だったらすぐ縛れるから、こうやって縛っちゃうね。手がちょっとしょっぱくなりますけどね。これは後でどんどんってやっていきますからね。で、これこんにゃくでしょ。これ水に戻さなきゃないから、これは一番になるか。で、よいしょよいしょで。これは渡りガニも入れちゃいます。キノコ当然入って、これがね大事、巾着。巾着、今日はね、鶏巾着作ります。この間も牛巾着だったんですけれども、鶏の巾着をほとんど、そればっかりですね。鶏肉に、エビとかをこう入れてあげて、それで、巾着にしますね。それがうまい。タコも入れんだね、タコ。タコもうまいよ。で、焼き豆腐でしょ。ちょっと冷凍しておかなきゃないのがあるから、まずはそれをしまっておきましょう。筋の中にね。ほぼ半分使います。セブンの中のね。じゃあこっち側のを最初にやっつけちゃわないとな。よいしょ。急いでやんないとね、5時ぐらいに友達が取りに来ますんで。5時かな、もうちょっと遅いかな。できたぞ、取りに来てくれっつったら、もう取りに来ますから。おでんはね、とにかくたくさん作らないとうまくないんですよ。いろんな種類の味をこう混ぜてって、それで出来上がるわけだから、そうじゃないとうまくないのぐらいわかるじゃないですか。で今回やろうとしてる巾着は僕一番大好き。あのなんか大根とね、こうあれがあるんですよ。大根と巾着が浮いてるだけっていうね。何これなんて感じで食べるとうめえなっていう感じになるんですけどね。これ切ってから結んだ方がいいのかな。今までこうやってしか結んでなかったけど、結んだ後で切ってるんだよね。よいしょ。こうですね。こっちの昆布が一番太いな。これ戻してからあの昆布巻き作ったりねしますけどね。乾燥してるうちにこうやっていいですよ。
ちょっと洗った方がいいとかね、よく言うけど。めんどくせえからいいんだ。ああ、まあ、これからこの後で洗うのはありだろうかもしれないけどね。あとはひじきを戻さないといけないかな。はい。ダダン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 ダン。おでんくんって名前があったね、それじゃ。はい、ハサミ切るの忘れてたぜ。ハサミで切っちゃってから。もうこのコープはこのまんまずっと水の中ですね。このなんか俺粉みたいなの好きだな。よろしくないかもしれないんで、もういいかな。よいしょね。で、ワタリガニだね。ワタリガニもね、これも入って食べなかった人は食べない。これね、この味がね、混ざってきますから、もううまいよ。これもいくら、すごい安かったね。これ300円しないんだもんね。ちょっと冷凍しとかないとね。まぶさびかね。で、ひじき、これは多いな。おい、出しすぎちゃったよ。何入りになってんだよな。戻って戻って、あんまひじきばっかりだとひじき王国になっちゃうからね。はい、OK ですね。で、次が牛すじ。これは圧力鍋でやっていきますから。ただこれこのまんま油ぐらいが入ってると冷凍焼けしてたりするんで、ちょっと一回茹でちゃいます。一回火を通した後でやりますよね。でこの赤身の部分っていうのはうまいんだけど、これだけだとちょっと辛いところがあるんで、こっちのね牛すじも使います。こっちの牛すじもね、こっちの牛すじもちょっと違いますから、別にしないといけないですね。こっちはこれでしょ。こっちの牛すじを入れる小さいボールは、これでいいね。こっちの半分、全部入れちゃおうかな。全部入れちゃおう。やっぱ半分でしょ。悩み大きい私、どうすんの。よいしょ。で、これはまあ油が多いと美味しくないんで、油を適当に抜きながらいかないといけないからね。まず最初に ガタガタと鍋を水沸騰させて煮た後で圧力鍋にね。
よいしょ、こらしょ、あ、なんかほどけてる、やべえ、よいしょ、はい、その前にこっちをやり始めますか、よいしょ、どこもガラガラと煮ないといけないですね、タコ、ここは普通串打つんだけどね、串打たないと、縮んじゃうからね、打つときは指をやらないようにね、気をつけてね、危ない、数字もね、串打ったりしてますよね、悩ましいんだけど面倒だから数字の方は打たない、なんか食ってるとあれあったなんつって食っちゃうわけだね、通してきました、僕はなぜかいつもこうしますね、で、こんにゃくと一個も
ちはね先に、別々にします。失敗すると大変なんで。アクをねよく取ってやって、内側は醤油だな。もう酒と醤油だけでいっちゃいますね。こっちはね、おお、いい感じにアクが取れてきましたね。はい、アク抜きしてるのはこれね。でこっちは通してきたから、これを入れちゃいます。で、ただこれはまあ上がってから10分ぐらいでいいんじゃないかな。で、こんにゃくが取っちゃって、イカとワタリガニはそのまま、そしてる間に鶏肉と、鶏肉にごぼうもいろいろあるな。よいしょ、今度こっちね。このぐらいのデカめのボウルをね使いましょうかね。まずは鶏のひき肉が入ります。これが20個分の巾着に化けてますね。違うか、5枚しましょうね。はい、弱火で30分でスタート。いいですね。これが、ね、塩を少し入れて、煮込んでガラガラと沸騰し上げますから、まあ、うまく進みますね。まずはネギ、ごぼう、にんじん、青み、ネギがねえか、買ってきたんですね。ネギ、にんじん、ごぼう、青みね、ね、やりましょうか。ネギ、ニンジン、ごぼう、青み、ニンジンね、ちょっと見づらい、赤に赤、肉のまな板だからね。大きいでしょ。
おガタガタ煮立ってきたんで、こんにゃくね、こんにゃくを煮ましょう。こんにゃくはガラ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 と何分も煮ます。長く煮ます。あんま長くないか、ちょこちょこっと煮ます。適当に煮ます。だね、ごぼう当たり前の会社もうまいだろうね。でもいいじゃない、面倒だから。おでんはね、煮始めはもう何でも出るんだけど、それまでは大変だよね。当たり前だけど、同じ鶏とごぼうはもうとにかく相性がいいから、僕の家のおでんに入ってちょちょちょ、悪くないよね、もっちょ。これであとキノコかな。キノコはあとこれだけキノコね、ヒラタをみじん切りにして入れましょう。これを一回水で絞って、中の組織までね、ちゃんと入るようにしてあげて。時期がもうちょっとだね、戻るのにね。どうせ、減らしちゃうからね。で、器を。行きましょう。ちょっとあまり高くないよ、あんまり良くないかな。まあいいでしょう。じゃあ水に浸しておくと良いですね。こんにゃくがもう今十分アクが出てますね。アクが十分出ましたら、これ6ですね。よいしょ。次が大根だ。これせっかくアクが出たから、そこにこう水に入れてね、おでこしてできるの、うん、水を変えながらね。 OK、
ましょう。5枚を半分に切って、それが2つだから、20枚ありますね。 OK ですね。ここに入っていきます。で、ネギだ。あんま上の青い葉っぱは使わないけど、そこに行くまでの部分はパクチー使ってもいいんじゃないかなと思います。ここね、昔はいっぱい生姜とかね入れてたけど、最近は入れないな。生姜あんま臭いとね、ちょっと強いすぎるとあまりよろしくないんでね。これでしょ。これは捨てちゃおうか。もったいないなんて捨てらんないね。タケノコが来てますから、タケノコも入れますよ。タケノコを塩抜きすればな、あるんだけど、どのぐらいとか。これあればいいよ。残り半分はまた今度使いましょう。こちらはここ入れときましょうかね。一緒ね、こんにゃくと一緒。よいしょ。大根に切っている間に火が戻っていきますね。もうちょいだな。もういいぐらいなんだね。大根はここら辺まで使おうか。首の方からだっけ、どっちからだっけ、いつも迷いますけど、いいでしょう。まあそんなにバカでげえことないでいきましょうね。うまそうじゃん、うまそうじゃん、うまそうじゃん。大根も切った直後はアクが出るんで、僕は水に浸すことにしてます。そういうの嫌う人もいますよね。まあそれはいい理由がないんですかね。写真家すごいよね。こんななんかボールとザルの王国だよ本当に。誰がいつこんなに買ったんだから、もらったのもありますし、いろんなものがありますけれども、もうひじき OK ですね。はい、ひじきが ね、ここに入ります。そして
半分で10ね、で半分で5、そうすると1はこのぐらいの大きさでいいよね。そしたらこのぐらいだよねっつって入れてあげましょう。これね、鶏のアクが出ないんだよね、こうやると。おお、ちょっともうちょっと強めのお稲荷さんが良かったかな。まあいいでしょ、1個でしょ。よし、じゃあちょっとこれ絞らないとね。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5と。1、2、3、4、5。4つかこれだ。4つ。よいしょ。こんなだね。さあさあ、これから入れていきましょうや。これをね、ゆっくりと煮るんだわ。2時間ぐらいかけてね。ちょっと旨味が外に出て、大根が吸ってくれて、美味しくなる。餅だけ入れる巾着もあるしね。ここに餅一切れ入れる場合もあるけど、まあそれもいろいろだよね。今で1時だから、大丈夫だな。よし。なんとか間に合うだろう。間に合うって何がだよって。やっぱり皆さんに食べていただかないとね、料理ってのはうまくないから。ひよこ豆を初めて入れるな、考えてみる。いろんな料理に使いますけどね。イタリアンで使いますよね。まあ味は美味しい。これやるから厚揚げとかなんかは買わないですよね。焼き豆腐は買ったけど、焼き豆腐はちょっと別口だからね、味わいが。あ、エビ入れるの忘れてた。今気がつきましたね。エビ入れんだったわ。エビ。ほら、エビ買ってきたのよ。わざわざ。500円だぜ、これ。まあいい。
じゃあ20個使います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、数え1個だ。忘れとった。最後にザバッとくっつけちゃうかね。まずはちょっとこれ温めて、温度を高さて、これ最初から開口しとかなきゃダメだよ。そんなことはない。うん、そんなことなんでもないですよ。うん、ダメってのは嫌だよね。なんとかするのが腕でしょうと思うよね。そうですね、そんなもんね。はい、じゃあこれは治ったところで、解凍溶けたところで追加で、あ、なんか上にこう入れる感じがいいじゃないですかね。なんちゃってね、勝手に決めました。だから蓋はしないことにしましょう。くたびれた。まあよく考えますよね。なんで俺こんなことしなきゃいけないんだなんてね。今日だってさ、仕事忙しいのによ。でもこうセロリの葉っぱとか入っても美味しいね。セロリもいいよね。おでんにセロリか。今度やってみよう。4の5で2個、うん、ちょうどいいね。お、あと10分で数字がいきますな。なんかちょうどよくおでんが出来上がりそうですね。食べてた。
エビね、ちょっと冷たいけど、いいねいいね。ここでしょ、ここにこうエビがちょうど一番上に蓋する感じで入ってこうなっちゃう。エビさんが蓋をしてね、こう畳んであげてくるだ。はい、これ1個500円。そんな誰も食いません。原価はどうだろう、エビ全部で250円でしょ。うん、鶏が400円、ひじき400円、うん、どのぐらいだろう、大した金額じゃないね。なんかあれだね、日本中で真似してください。幸運な病の本も買って、うん、これ糖尿病に効きますか。そんなことはねえよ。1234567891234567890、ちょうどいいね。はい、ハズレ1個あるかと思ったけど、何ね、みんな当たりです。人生はみんな当たりよ。あたたたたた、それお腹が当たり。あと6分の時は止めておいていいですね。ちょっとエビ入りって豪華だよね。つきやすいんだけどさ、500円で40匹だから1匹ねえ、大した金額じゃない、計算できねえ。くたびれてきましたね。もう昼だよ、昼過ぎたよ、1時だ。でも12時10分ごろ作り出したから、ここまででちょうど1時間ぐらいか。お、ピピピピが言ってる。オッケーですね。よし。大根、こんにゃく、これが大きくなってきましたね。筋はこれから強くなってきます。筋はね、八ののはできてるね。ね、こいつらは別にないとね。まあこれはうまいよね。ボタン焼きちくわね、さっき来ちゃいましたね。そったん作るつかはダメでしょ、なんていう人もいるんでしょうね。うめんだからいいんだよ。みんなこればっかバクバク食うわけじゃねえんだからね。その代わりちょっと薄めに切らしてもらいます。あのでっかいちくわってさ、俺嫌いなんだよね。そうやって切ること多いけどさ、なんかおいおいちょっとやめてくれよって言いたくなりますよね。
カーテン行ってこんな小さいとね、いやーいけない、ここ入れんじゃなかった、まずこいつらを洗わなきゃいけないんだった。まあいいか、よいしょ、これはね、ここをこう持ってこうやってやればいいですね。この尻尾はちょっと水が入ってるから、こんなでっけえのどうしようかな。仕事しなきゃ、結構今追い詰められてるんだよね。でもね、今日ね入金があったから、今日おでんパーティーなのさ。あ、いけねえ、ビール冷蔵庫入れるの忘れてた、慌てすぎだね。キノコは花から入れてるでしょ、たっぷりに煮えた方がうまみが出るからね。こんなの初めて、これはここのメーカーの初めてだね。ごぼう巻きも小さく切ります。ごぼうたっぷり入ってる、よいしょ。よいしょ、さてさて、では参りましょうかね。こんな感じ、見てかな。うわ、これね、こうやって切って結んでやんないといかんのよね。おお、重いぐらいですね。まあいいや、これでこのまま行こう。で、今これでしょ、大根でしょ、こんにゃくのたけのこでしょ。すごいね、牛すじ、牛すじはこんな感じですね。うまい、トロトロだ。はい、で、こっちも火が入ります。一番強い火でいいですね。でも時間かかる。こっちは今始まりました。巾着はもっと後でいいでしょう。渡り合いにはもう入れていいかな。
生臭いのが足りないな、ちょっとな。塩塩に入れとくとしばらく。さっき塩水するの忘れてましたね。塩水するといいですよね。食鍋は僕はフィスラーをね、ずっと使ってます。ここにね、これが入るからね、ここに凄まじい量になりますね。楽しい。そうだね、ちょうどいいね、うん、ちょうどいいちょうどいい。当たり紙はちょっと一回別口でやった方がいいな。まあいいか。そろそろこのまんま煮込んでいけばいいかなって感じになってきましたね。おじいちゃんの晩ご飯、昼ご飯作るんだけど、おじいちゃんの昼ご飯、ちくわとかも入ってていいでしょ、入れとこう。そうだからな、タコも入れていいんだろうけどな。もう入れちゃおう、面倒だから。なんかおでんじゃないみたいだよね。これはおでんじゃねえ。なんだよ、僕にもわかりません。なんだ、さっき見当もつかない食べ物ができてました。もうちょっとだね。もうちょっとなんか汁がたっぷり入んないとダメだな。蓋をしましょうかね。ここがね、重点的に浮いてくるから当然。じゃあ浮かないようにしないとね。向こう側の方はね、まだいいですけどね。これでいいかな。あっち側にどうしようか。すごい量だね。感動です。
で、この牛すじ肉を最後に、合わせます。焼き豆腐入れる場所がないです。上の出汁かなんかをここに放り込まなきゃいけないんですけれども、その時間もないです。ありかよ、そんなに。さあさあ、どんなもんが出来上がりますか。楽しみにしててくださいね。ちょっと荒れ放題なんで、これから後片付けをして仕事始めなきゃ。ちょうど1時間ぐらいですね。